着替えてきます。ってやった。はい、準備ができました。あ、すっごい可愛いお家ですね。大好きです。あ、こんにちは。こんにちは。ここはスウェーデンの南にあるスコーネ地方です。この農家は築200年、とても伝統的な農家なんですけれども、ちょっと見たまんまとは違うんです。変わっているところがあるんですよ。でもこの農家ちょっと変わったところがあるんですよ。二カネ入って見てみましか。見てみましょう。ここがキッチン。とっても現代的ですよね。はいはい、いいですね。そしてここがダイニングルーム。とっても伝統的ですよね。はいはい、この家はとても古いんですけど、でも現代的な秘密があるんです。じゃあ見に行きましょうか。はい。シチューさん、こっちです。さちえ、どこに行くの？これがヒートポンプ。なんか冷蔵庫のお化けみたいに見えますけれども、外からエネルギーを持ってきて家の中を温めるんです。ちょっとだけ電気を使うんですけど、その他は石油も石炭も燃料を燃やさなくていいんです。はい、ここ暑ですね。いやら、シチュワートさん、そんなに暑くないんです。で、このパイプなんですけれども、地面から熱を集めるために庭に溝を掘ってパイプを埋めてあるんですね。で、その熱がこのパイプをこういうふうに通って、この機械を通って、家の中を温めるんです。なぜみんなこの方法を使えないんでしょうね。でも私たちの生活っていうのは、石油の値段とかコントロールできないことによって決まることが多いですよね。だからいつもベストの方法を使うというわけにはいかないと思います。この前北海道にいたんです。日本には火山はエネルギー豊富にあるのに石油を使ってますね。シチューさん、アイヌの村に行ったんですよね。はいはい、アイヌはサミ人に似てました。そう、サーメ人もアイヌ人もチベットが発祥ですよね。で、サーメ人はチベットから左に、で、アイヌ人はチベットから右に進んだんです。こら、スチュワート、何やってるの？はい、もうシチューさんがこんな状態なので、今日はこの辺にしておいた方が良さそうです。さよなら。グッバイ。ヘイドー。